ヒゼ山口駅は佐賀県貴島郡港北町大和山口にある九州旅客鉄道の駅である。佐賀県中部地域の鉄道交通の要所となる駅であるが一部の特急、カモメが通過する。当駅の所属線である長崎本線と当駅を起点とする佐世保線の二路線が乗り入れている。佐世保線の列車は一部の普通列車を除いて、 長崎本線と水域方面に直通している。国鉄時代から長崎駅、佐世保駅発着の優等列車が数多く当駅で分割、併合をしていたが、2011年3月12日のダイヤ改正により、かもめ、緑の並結運転が終了し、当駅で分割、併合を行う優等列車はなくなった。現在は、非前を大浦駅、 廃棄駅発着の普通列車1往復の分割、併合のみが行われている。2016年3月25日までは、これとは別に、緑1往復がハウステンボース編成の増解決を行っていたが、翌日のダイヤ改正で当駅での増解決がなくなり、当駅での優等列車の分割、併合シーンは完全に姿を消すことになった。また、 1989年5月1日に、名寄本線、天根北線が廃止されて、以降、最長片道切符の終着駅となっている。2002年からワンマン運転が導入された。当初は当駅以西の長崎本線を呼び、佐世保線のみが対象だったが、翌年に長崎本線全線に拡大された。ワンマン運転の列車は当駅で、生産方法が変わり、 東駅伊東の長崎本線では、車内生産を行わない。また、基本的に普通列車の乗務員交代もこの駅を、境に行われる。ただし、稀に、長崎、佐世保から鳥栖まで乗り通す乗務長崎から博多まで、普通列車に乗り通す乗務も存在する。単式ホーム1面1線と島式ホーム2面4線、合計3面5線のホームを持つ、地上駅。 JR 九州サービスサポートが業務を行う業務委託駅である。1番線と2番線の間に1本、5番線の横に日本留置線があるがこれらには番線は付けられていない。1番線、4番線と5番線の一部は817、軽電車の停車を考慮してホームがかさ上げされており、ホームと電車との段差がほとんどない。3本あるホーム、 さらに南北双方の出入り口にはエレベーターが設置されている。東駅付近の廃線はかつて長崎本線が廃棄駅経由だった名残で、都市駅方面からの長崎本線と佐世保線の線路がほぼ一直線に連続しており、長崎駅方面への長崎本線の線路は下り側から見て大きく左にカーブする形になっている。かつては出入り口は 北側のみであったが、駅裏だった南側に、国道34号江北バイパスが完成し、住宅や店舗が増加した。このため南側からの利便性向上を図るため、2003年12月に南北自由通路に増設する形で、京上駅舎が建設された。緑の窓口、自動券売機も設置されているが、自動改札機は設置されていない。 2005年になり自動放送が導入された。当駅は長崎本線と佐世保線の分岐駅であるため始発、終着の列車が多いことから、2番乗り場を除いて、すべてのホームに2方向以上の列車が発着する。配線上では2番乗り場を上り本線、4番乗り場を降り本線としているため、特急列車の発着ホームはおおむね固定されているが、 普通列車については特に規則性はないため、駅の時刻表で確認する必要がある。2019年度の1日平均乗車人員は1163人で、ある。長崎本線と佐世保線の乗り換え利用がある時で、当駅自体の利用客はそれほど多くなく、特急の利用者も博多駅方面への利用が大半で、長崎駅、佐世保駅方面への利用は少ない。 かつて運行されていた本州に直通する優等列車のうち、当駅で分割、併合を行わない列車は多くが通過していた。鴨モ緑は当初は分割、併合を行うため、全列車が停車していたが、全列車並結運転ではなくなった1985年以降、単独運転の鴨モの一部は当駅を通過していた。その後2004年3月のダイヤ改正で、 一旦全列車が停車するようになったが、閉結運転が完全に終了した2011年3月12日以降は、再び一部のカモメが通過している。なお、緑に関しては当駅を通過する列車が設定されたことはない。現在も、緑と閉結運転を行っているハウステンボスも同様であるが、ハウステンボスの前身にあたるオランダ村特急は通過していた。 住宅地などがある。ありがとうございます。